令和初の一般参賀。この時は天皇の即位を祝う参がであった一般参賀とは1948年から開催されている皇室行事である。この行事は一般人が皇居に参入し皇室に向けて祝賀の意を表することができる唯一の機会である。毎年1月2日と天皇誕生日に行われている他天皇の即位後にも行われている。 皇居に散大した国民に天皇がお言葉を述べる形式で行われる。当初は宮内庁庁舎屋上から昭和天皇が一人で民衆に対してを振るというものであったが、1969年の昭和天皇に大使パチンコを打った昭和天皇パチンコ狙撃事件などの経緯から、現在はガラス越しにお言葉を述べる形式になった。 2012年新年一般参賀第一回目新年を祝うために行われる。元日には、司法配をはじめとする各皇室行事があるため2日に開催される。参加者を入れ替えて5回行われ、天皇、内定皇族と秋篠宮家は5回、それ以外の皇族は3回、内し1回参加するのが通例である。1回目は NHK 総合テレビで、 生中継されるのが慣例である。令和からは、上皇、上皇后は午前中の3回のみ出席する。2019年の新年一般参賀は、同年5月の皇位継承を前にして、平成期最後の一般参賀であった。史上最多の15万人超が集まったため、数年の5回を、天皇、皇后の意向で急遽7回に増やした。天皇の誕生日を祝うために行われる。 平成年間では、天皇、内定皇族と秋篠宮家の、いずれも、青年皇族が出席した。3回行われる。令和年間は、上皇、上皇后は出席しない。皇位継承が行われた時にも、一般参賀が行われる。平成の皇位継承の際には、昭和天皇のもが明け、即位礼成殿の儀が終了した後の1990年11月18日に、 行われ、天皇、皇族は8回出席した。令和の際には、法行を伴わない、皇位継承であったことから、天皇が即位した2019年5月1日から3日後の4日に、行われ、天皇、皇族は7回出席した。なお、この時退位により、上皇となった秋人と上皇后となった道子は、出席しなかった。これまで、一般参賀は7度中止になっている。 ありがとうございます。